ガチョンでしょ。往年のね。じゃあスポーンだよ。ガチョンです。いやいやいや。わかんない。侵略侵略。あ、侵略なら。完璧にガチョンだったでしょ。いや本当21世紀ギャグ。早かったから。早かったな確かに。1.5 倍以上だったから。だってガチョンはこう1回だけど。ああまあそう。1回とかまあ多くても3回4回。俺今何回やったか。やばかった。30回やったから。でももう完璧。いや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 。はい、今回もスプラトゥーンやっていきましょう。私が FB777 です。ガチョーンキックマット。言っちゃった。アロマットです。エアです。はい、じゃあ今回もやっていきましょう。メラッサ。はい、今宵も始まりました。ネギトロ炭鉱でチームデスマッチ。違いますよ。縄張りバトル。チームデスマッチです。はい、間違っちゃいないけど。黄色がアロマと FB。そして青が、キックンとエオヨ。どうですかキックンと一緒になった感想はエオヨさん。そうですね、私は最強目指してるんで最近キックン勝ってるからそうそうそう頑張ってほしい。確かにジンクス的なものがありますからね。なんだ上から目線かよ。ライスそうだエオヨ先輩風吹かしてんじゃねえ。下手に出りゃなあてめえやってくれ早くやってくれ。お前のことカズオって呼ぶわもう今度からカズオ。ああカズオうわカズオ来た助けてカズオ。誰だそんなこと。カズオが襲ってきた。カズオ襲ってきた。カズすぐ襲ってくるからなあいつ。ちょっとずつ申しもいいとこ。ただのカズオだよあいつ。カズオカズオ来てる。カズオじゃなかったわこれ。な違うカズオ。違うカズオって何。違うカズオそれマスソーじゃねえの。もうとっとっと。えい。とにかく左側がもう海に投げ込まれるね。今回攻める武器何ね。俺死因の約半分は海に落ちる。よくあるシリーズ。そうクソ野郎かよ。危ないっす。絶対いる。あれいいねどこ行ったこう行ったしゃあねえだろ実戦経験が少ねえんだから。よーし真ん中の方を死守すれば勝てるって。あれ左今度攻められてるっけ。そうですねもうどっちか守ったらどっちかを攻めてきやがる。うわーちょうわー大王イカかいいねよくやるやってくれる。まずいぞ黄色チーム味方陣地がまずいことになってる。たださすがにこの武器はきついです。逃げろ逃げろ逃げ切ったよし大丈夫。お前が追われてたやつを倒して FB も倒す。そうここもああでもどうすいやでも俺は味方陣地をなんとかしよう。じゃあ我はアークエンジン。うわーこれ大丈夫だっけ。おい青のクソ野郎だわてめえこんなとこで油売ってる場合から味方陣地偉いことになってるぞ。やばい逃げろ逃げろ。右からにバリアを張って滑る。なんと危ねえ何しよう。あ俺を狙ってるうちにサロマーなんだあいつ。うわまずい味方が敵陣地から撤退した。スプラトゥーンのルール知ってる。さすがだわさすがだあいつ。半端ねえ。おや今一匹ハエが紛れ込んだ気がするが私には届かなかったようですね。インク不足深刻なインク不足。あとりあえず攻めよう。よし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 よっしゃ勝つ。どうだこれ。あーくそ最後に間に合わんかった。これはいい勝負だな。これはいい勝負だな。わからん。いやでも若干青が当てる気がする。イエーイ。弱っ。弱っ。高周波が。弱っ。エオヨなんで活躍しなかった？僕これ塗る武器じゃないんですよ。君に問いたいそれは。はい始まりました縄張りバトルネギトロ炭鉱でございます、さあ今回のチームはFB アロマとエオヨキックまただろエオヨかよ。因縁の対決というわけだな。エオヨルール分かってる分かってる分かってる。大丈夫？じゃあお前に全部任した。お前強いから。敵を倒しまくればいいんですか？なんだいきなり抽象的になった。意味が分からない。あんまり調子こきすぎると嫌われるかな。いやもう十分調子こいてるだろ。もう嫌われてる。もう嫌われてる。ヘイトダウンってよ今。もうマジかよ。もう結構塩らしくやった。マジかよ、あれで塩らしかったら。マジかよ。お前どんな人生送ってきたんだよ。俺何言っても許される人生だ。あかん。まあいい、エヨヨ君、君がまず生贄になって俺を活躍させろ。とりあえず俺はここで塗ってりゃいいや。攻めろ攻めろ。わかった、わかりました。よし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 。バーモス、あのクズ野郎。イエーイ。まあいい、アルマにやられたけど気にしないことにしよう。おーね、ポジティブだねやっぱりね。ポジティブポジティブ。アロマにやられたから別に俺が死ぬわけじゃないよ。たまたま言ったらお前がいただけだ。こんなお前黄色に塗られといて黙ってないぞ俺は。な黙ってる。こんなに塗ってないですよ。こんなに塗ってないですよ。絶対塗ってるし。さあまあでも俺はどちらかと守りに徹しよう。守る方が好きなんですよね。と思ったらすごいことになってるね。どっちでどっちで。うわお、なんだこれ、いつの間にバリア張ってきました。くそ、やりよるやりよるお前。さあ左、青チーム左気をつけて。左攻められてるよ。一緒に動くぞ。よっしゃ、反対側俺任せろ。どっち。やべえじゃんお前、後ろ来てんじゃん。そうだと思った。飛ばしすぎですよインク。よしよし、お前を信じて戦ったお前。みんなのためになんか一言どうぞ。死にました。シンプルだね。シンプルイズ・ザ・ベストだわ。それがねレクエイブになるからね、やられてったやつらの。あっやれおる、うんまっ。うわースナイパーがいる。うわーちくしょう、かっこあいつマジで。あいつよくなかったのにこっち突っ込んだけど。うっせえお前、今インクがあとな2ミリでも残ってたらお前の負けだったんだよバーカ。小学生かよ。よしなんとかスーパーを貯めたいんですけど、くそあのスナイパー。よしこれが俺の最後の攻撃だ。さあ、これは負けたな。どうでどうで江戸っ子。お、これはいい勝負だね。ガーリベンジされた。やりよるわ。やばい、調子いいっすよ。中盤まで調子良かったんだけどな。まあお前の調子が上がることはこの後一回もないよ。マジかよ。はい、こちらハコフグ倉庫で縄張りバトルでございます、はい、今回のチーム分けはあキックン FB 対エヨヨアロマです。いいね。うわー散々俺に煽られた FB がここでどう活躍するの。いやでも分かんない、キックン最近ほんと調子いいからそれに期待しよう。これすごいよね、調子こいてるからな。ああいやでもやっとでもローラーの立ち回りみたいなのができてきた気がする。あ、そうなの。そうなんか真正面に立った時逃げるようになった。いやでもローラーは本当機械非能力が本当重要ですから。ああ機械非能力。そう俺ツイッターでめっちゃ下手って言われてたから。まあまあまあ人生はしょうがない。そこで勉強するなよ。あっつい、まあ攻められとるな。意識してなかった。はいはいはい。キック意味ないとこも塗ってるみたいな。ムカつくと思って。ただキックやばい、確かにやばいぞやばいぞ。うわダイナもいるな。うわマジか、ダイオウイか。ダイナも感覚ローラー組がパないな。ち FB もっと俺たちもなってこう。これは逃げる。いやおここでね、ここまで押されてるのは非常にまずいよね。死ぬー、さすがに死ぬ。まあしまった。ジャンピングショットなんてやってくるから桜木花道でもお前それやれる。桜木花道何それお前。花道はミンチしてダイオウイカ来てる。ミンチになったぞ今いいでしょ相手を連携が半端ねえ。アロマでも2回連続で俺にやられてるじゃねえ。キックそんなこと言ってるんじゃないって。そんなこと言ってる場合じゃねえぞお前。なんなんし。うわいいねこのバリア舞台。いや中盤のね壁が厚すぎる。これはまずい。今回のステージ分け絶妙だね。このステージはね本当に遠距離の方がいい。えよよなんでお前そこで調子づいた。おされす敵だおめえは。ダメだ中盤の守りが熱すぎるお前は敵だ。下手くそかよ。あー敵だお前は。だっせ俺もだっせお前もだっさ俺もダサいけどやべえ何もできぬのじゃ。クソ負けじゃんこれやっと気づいたこいつ何回も試合中に僕言ってましたよねでも言われても無理。いやここはもうねこの味方陣地の目の前まで押し切られちゃったら終わりだねはっきり言って。はいというわけで、今回も「スプラトゥーン」お送りしてきました。はいそうですねやっぱりですねまあもう最近はやっぱその野良の人たちもものすごい上手くなっちゃってさなかなか俺らの活躍する場面が見せれてるかなっていう不安がありますけどもどうですか。俺は活躍してるよって人がいたらぜひ名乗り出てくれ。はいおアロマお前は名乗りべき名乗りちゃんと喋ってくれたどういうことそこはキックに名乗り出させといてみたいな人のキックも出てくるの分かってたよ。お前はやめろや。そこにかぶせたってよ。お前はマジっぽくなるからダメなんだよ。そうだぞそうだなキックな。いや俺もマジだけどはいというわけでじゃあ今回はこんな感じではいじゃあ全世界のみんなあと1個書き合わせです。バイバイ。動画を見てくれてありがとうございます。はい、たくさん動画あるけれどね、いつも見てくれて本当にありがたいですね。はい、嬉しいことですね。はい、スマホからご覧の方は画面の下の方から登録してください。そしてパソコンから登録する方、YouTube はこちら。そしてニコニコ動画はこちら。はい、ということで皆さんぜひ登録してください。はい、お願いします。なんなんだあいつ。